最近親父もちょっとおかしなってきてね。あれなんで？俺携帯使いこなせるようになってきたんか知らんけど、もう定年してんねんけどね、自分の写メールなんかお見合い写真みたいな、写真顔の正面から撮って俺に送ってきてね。え、自分の顔撮った写真を お前に送ってくんの？おう、文は王って書いて口つむってキリリとした親父のその文王も出しょ、王だけ、王どうも出しやこれ自分から発信しといて、王えほんで弟に電話して、今のほんまにお父さんが送ったんか言うたら、お父さんが送ったと最近体鍛えてるっていう話されてるお父さんが親父最近体鍛え、60超えてから体鍛えとんだだから多分ちょっと痩せた自分を見てるんだ。ああ、はい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 、はい。な、送って返しちゃったそれは。いや、それ何も送れへんよ。ただ相変わらず藤波に似てるなと思ってね。いやいや、まあまあ似てるけどな。藤波辰巳に。お前の弟藤波辰巳似てるけど。似てるよ。子供の時俺ほんまに藤波辰巳やと思ってたぐらいからな。